はいどうも、ミニマリストたけるです。今回の動画ではなぜ井上さんがミニマリストを目指そうと思ったのかとか、手放してよかったものを聞いてみたいと思います。お願いします。お願いします。はい、ではまずはじめに自己紹介お願いします。はい、シンプルな生活をモットーにしております、ナレーター試食販売の井上美希です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ということで、先ほどね、はい、こちらルームツアーしたんですけども、はいはい、1K6 畳の暮らしをシンプルに暮らしていて、はいはいはい、でそんな井上さんがなぜミニマリストを目指そうと思ったのかとか、はいろいろね、なんか片付けのコツとか、まあ、聞いていこうと思うんですけど、じゃあまずはじめに、なぜミニマリストを目指そうと思ったのか、なんかそのきっかけとか理由をちょっと聞いてみたいなと思います。もともとミニマリストを目指していたわけではなくて、30歳に今年の3月になって、うん、まあ、自分の人生とかこの先のことをちょっと見つめ直して、その時に、はい、まあ、物とか人間関係とかもそうなんですけど、はいろいろ、まあ、整理した結果こうなったっていう、なるほど、ということです。あとあと、はい、あ、私ミニマリストっぽいって思って、はい、そうですね、ということですね。はい、でもともと綺麗好きなんでしたっけ。そうですね、整理整頓が好きだったので、もともと部屋が散らかってはなかったですね。お、はい、もうお部屋になったとか、お部屋がごちゃごちゃとか、物が何個もあったっていうのはあんまなかったんですね。あ、でも小さい時は物多かったです。あ、なるほど、はい、もう幼少期というか、はい、それは、まあ、いわゆる実家暮らしでどういうものが多かったんですか。はい、は紙とか捨てるのが苦手だったので。あ、なるほど。漫画もそうですし、紙とかもらったものは全部あるっていう状態でした。そっからなぜ少なくなってたんですか。親ですか。あ、一人暮らししてからですね。あ、そうなんですね、はい、ご実家出てからもう持っていけないし、はい、っていうのでいろいろ、まあ、断捨離したりとか片付けたりとかして少なくなったみたいな、はい、そうですね。あの、じゃあ一人暮らしきっかけに割と物も少なく、はい、整理整頓も得意になってったと。はい、はい、ありがとうございます。で、じゃあ続いて聞いてみたいのは、はい、昔なんかどんなお部屋だったとか、どういうものが多かったのかっていうのもちょっと聞いてみたくて、はい、まあ、それこそ引っ越しする前、まあ、この物件の前とかでもいいし、実家の時とかでもいいんですけど、どうですかね、昔どんな部屋だったかとか。まあ、実家も一人暮らししてからもそうなんですけど、うん、まあ、とにかく漫画は多かったです。もう好きだったんですね。はい、少女漫画かなんかですか。少女漫画と少年漫画も好きだったので、はい、少年漫画って1個で結構長いじゃないですか。まあまあそうですね、何巻も、はいはい、それだとすごい溜まっていて、でジャンプとか週刊物も買って撮っていったので、そうなると漫画とかが膨大な量になって、なるほど、部屋を圧迫してたところはあります。今でこそ30冊40冊ぐらいに収まってますけど、はい、昔はどれぐらいあったんですか。それこそ昔は、はい、でもやっぱり10001000とか。はい、僕も昔200ぐらい持ってますよ。その5倍ですから、ね、1000ってすごいですね。それは実家にあったんですか。もう一人暮らししてても持ってたんですか。実家にあった時も多かったんですけど、はい、実家から持ってきたものもあって、はいはい、さらに追加でこっちで買ったりもしてたので、よっぽど好きなんですね。そうですね、本当に漫画は好きで。1000ってだってこの壁埋まる量じゃないですか。そうですね、本棚は本当に3つと、はい、あと回転式のたくさん入る本棚を持ってたので。回転式を持つっていうのがまずすごいですね。なるほどなるほど、はい、っていう状態だったんですね。だから本と紙系がまあ昔多かったかなっていう感じで、そうですね、はい、まあ、ちょっとルームツアーでもおっしゃってましたけど、はい、本はまあどういうタイミングで手放したか、どういう風に捨てたとか何かありますか。本もその30歳になるタイミングでいろいろ見つめ直した時に手放したっていうのと、まあ、飾るのが好きだったので、まあ、読んでない本は結構たくさんあって、なるほどなるほど、それをまあ徐々に徐々に少なくしていったっていうところですかね。ということですね。はい、でちなみになんでその人生見つめ直すってなった時に減らすっていう選択肢になったんですか。お部屋を整えるみたいな。なんかもううわーってなってたんですよ。はいはい、抱えすぎたみたいな。あ、そうですそうです。一番どういう問題を抱えすぎたの。健康とかですか、仕事とか。あ、でも仕事とあとは人間関係とかもそうかな、うん、っていうことですね。実際減らしてみてやっぱ変わりました。多少は心が楽になりました、ね、おお、なるほど、いいですね。はい、人生整えたいとか変えたいとかいう場合は、まあ、片付けてみる、お部屋整えてみたら結構おすすめですね。はい、はい、ありがとうございます。でじゃあ続いて、まあ、昔多少ね物は若干多かったってことですけど、はい、手放してよかったものとか、もし5つ挙げるなら何があるのかなっていうのが気になるんですけど、どうですか。そうですね、一番は、はい、でもソファーですかね。あ、ソファーもあったんですか。はい、ソファーも3ヶ月前ぐらいまではあって、あ、結構じゃあ最近まであったんですか。あ、そうですね、いつ買ったものなんですか、ソファーは。買ったのはこの家に住んでからなので、はいはいはい、まあ、でも5年ぐらいは5年はい使ってましたね。なんでまた手放そうと思ったんですか、ソファーは。はい、ソファーに座っては使ってはいたんですけど、うん、まあ、横になってゴロゴロしたりとかそういうのはしてなかったので、はいはいはい、まあ、だったらソファーである必要はないかなと思って、部
を広くしたいっていうところがあったので、はいはいはい、なるほどなるほど、はい、ここにあったんですね、ど真ん中に。そうです、ここに置いてありました。テレビとかはないじゃないですか。あ、テレビもそのタイミングで、そうなんですね、はい、手放して、もともとはテレビを持ってました。あ、そうなんですね、はい、で、まあテレビとかもしっかり、まあ、ソファーはまあなくてもいいかなと思って、はいはい、実際ソファー手放してみて良かったことはありますか。あ、もうただただ広くなったというところですね。お、開放感が、はい、もう床が広くなるだけでもね、開放感生まれますからね、はい、はい、ありがとうございます。ということで、まあ、一つ手放してよかったものはソファーと、はいはい、続いて2つ目は、2つ目はそれこそテレビです、ね、あ、テレビ、はい、これも手放してよかったと、はいはい、見てたは見てたんですか。テレビも見てはいたんですけど、はいはいはい、多分そこまで頻繁には使っていなくて、で今ってインターネットとかで、はいはいはい、うん、自分が見たいやつはまあ見に行けるじゃないですか。確かに確かに、はい、でパソコンもあるので、うん、まあ、テレビである必要ないかなと思ったのと、何より NHK をちょっと見直したかったっていうところです。そういうことですね、はい、まあ、テレビ手放すと、はい、まあ、解約もできますしね、はい、まあ、節約にもなるっていうところで、はい、まあ、テレビを手放して、なんかもともと録画してるものとか録画したいっていう番組はなかったんですか、テレビとかで。録画機を持ってなかったので、あ、はい、もう本当にやってるやつ見るだけっていう形だったので。もともとどういうの見てたんですか、ニュースとかドラマとか。ニュースは流し見でつけてたのと、あとバラエティ番組を、はい、見ることが多くて。後悔なかったですか、見れなくなるかもしれないみたいな。 TVer で見てます、今でも。そういうのを駆使していけば、はい、まあ、テレビも手放し、はい、NHK さんともちょっと解約できるというところで、手放してよかった感じで、はい、ちなみにテレビはどんな感じで置いてたんですか。テレビはここにこの台がもう一段あったので。ああ、なるほど、縦に。あ、そうです、でテレビ台を置いてました、なるほど、っていうことですね。じゃあテレビも手放し、その台も手放したみたいな、はい、そうですね、はい、はい、ということですね、はい、ありがとうございます、はい、ではじゃあ続いて3つ目手放してよかったものは。3つ目が、ローテーブルです。ローテーブル、はい、これじゃなくて、はい、また別のローテーブルを持ってたんですよ。もう一個あったってことですか。あ、それを手放してまた買ってはいるんですけど。別のものに変えたってことですね、はい、それはなんで元々の持ってたローテーブル手放そうと思ったんですか。元々のは、はい、まあ、もうちょっとこれより大きかったっていうのと、はいはいはい、あと折りたたみではなかったので。うーん、あー、なるほど、常に置いてある状態。そういうことですね。だったのでソファーあってローテーブルだったらもうお部屋埋まっちゃいますけど。もうなかなか狭かったです、空間は。そうですよね、今画像で映ってないですけど、はい、このベッドもあったってことですか。そのベッドもありました。もう埋まっちゃいますね、はい。で、まあ、もうちょっとすっきりさせようと思って、はい、ローテーブル手放して、はい、折りたたみ式のを買い替えたみたいな、はいはい、そうです。実際手放してみてよかったですか、ローテーブルは。そうですね、まあ、テーブル自体はやっぱり使うものなので、うん、必要だなっていうのは思ったんですけど、はいはいはい、まあ、折りたたみにすることで、まあ、自分の使いたい時に自由自在に出し入れができるのでっていうことですね、はい、でもさっきのルームツアーはほとんど使ってないって言いましたけど、はい、それは大丈夫なんですか。はい、あのインテリアとして、はい、可愛いなっていうところも、まあ、確かに色合いがね可愛らしいですかね、はい、はい、ありがとうございます、はい、で続いて4つ目お願いします。はい、4つ目はそれこそ漫画ですね。あ、漫画、はい、これも手放してよかったと。はい、何冊手放した、1000冊ぐらいですか。そうですね、1000冊いかないぐらいは手放してると思います。大変です。売ったんですか。売ったものとメルカリで、はい、あの売ったものと普通にあのブックオフで売ったものと、もう、はい、単純に捨てたものと。お、なるほど、捨ててみてどうですか。はい、いやでも読んでなかったので。あ、多かった、そういうのが。あのすっきりしました、はい、未練はなくですか。未練は今のところはないですね。なんかまた読みたいとかはならないんですか、今のところ。また読みたいっていうのは今のところはないんですけど、はい、まあ、もしそうなったら、はいはいはい、まあ、また買えばいいかなっていうところで。っていうことですね、はい、ちなみに漫画センスで結構な金額になりそうですけど、売った時の金額って どんな感じなんですか。何万とか出れたんですか。いや、そんなにしない。そこまでは言ってないですね。買うとき結構ねしますけどね。そうですね、なるほど、はい、そんな価値が残らなかったみたいなところで、はい、今後のなんか本の買い方とかはどう気をつけようとかありますか。本の買い方は今までその表紙買いとかを結構していたので。表紙買いってどういうやつか。表紙を見て、少女漫画だと、はい、あ、この絵かわいいなとか。へえ、なんか見ずに。あ、なんか見ずに買っていたので、はい、そういうのはまあやめようっていうのと、中の情報をまあある程度仕入れてからあの読みたいなって思ったものを買うかなそうですね、はい、まあ、さっきもルームツアーで言ってますけど、なんか YouTube のなんか書籍レビューみたいな、はい、見て、はい、で気に入ったら買おうみたいな流れが多いですかね。はい、はい、ありがとうございます、はい、では続いて最後5つ目ですね。はい、5つ目は靴ですね。あ、靴も手放してよかったと、はい、これはなぜですか。靴もやっぱり履いていないものも何足かあったので、それを捨てたことによってあの空間が生まれたので、うん、なるほど、すっきりしてね、はい、もう何も置いてないですからね、はい、なるほど、もともと10足15足ぐらい
持ってたって言ってましたけど、はい、具体的にその当時持ってた靴ってどういう靴だったんですか？当時持っていたのは季節物のブーツだったり、はい、あとはサンダルとかも2足ぐらい持ってたんですけど、まあ、1年中使えるものではないなと思って、なるほど、そこは手放しました、ね、だからもう使用頻度が高く、はい、もう年中使えるような靴だけにしたら3足しか残らなかったということで、はい、これ女性にしたらだいぶ少ないと思います。全然生活に不便ないですね。今のところ不便はないですね。なるほど、と、はい、いうことで、まあ、だいぶじゃあ玄関もすっきりしてよかったかなっていうところで、はい、はい、ありがとうございます。ではではちょっと続いての質問に行きたいんですけども、はい、まあ、いくつかね手放したものある中で、なんかこれ苦労したな手放すのにっていうのはあったりとかしますか？やっぱり大きいものですね。大きいもの、例えばソファーだったりローテーブルはやっぱり気軽にゴミ出せるものではないので、そこは最初苦労しましたね。なんか粗大ゴミにお願いしたみたいな感じですか？ローテーブルは粗大ゴミで出したんですけど、ソファーは自分でちょっと下まで運んでいくのがなかなか難しかったので、売れればいいなという思いでメルカリに出品して買い手の方が見つかったので、あ、よかったですね、はい、無事手放せました。なるほど。今後なんかそれこそ大きい家具家電とか、まあ、棚とか買う機会ってあるじゃないですか、まあ、引っ越しのタイミングとか、まあ、年を重ねるごとにいろいろ買い替えとかあると思うんですけど、なんかそういう時にこういうものを買おう、こういうものは買わないとか何かありますか、基準とか？でも 買い物をする時に手放すのにちょっと苦労がかかるものはちゃんと吟味して買おうっていうのは、なるほど、はい、思うようになりました。もう処分がしやすいものそうですねということですね。ありがとうございます。では続いて、まあ、物そんなね、あのお部屋っていうお部屋じゃないと思うんですけど、はい、まあ、今と比べて多少物が多かったと思うんですけど、その時になんか感じていたなんかストレスだったりとか、もっと昔こういう風にしておけばよかったなっていうなんか反省とか後悔がもしあればちょっと教えてもらいたいなと思いますけど、いかがですか？今までで一番ストレスだったのが、はい、ここにそのソファー、ローテーブルでテレビがあって、ここに座ってテレビとか見てたんですけど、洗濯物干すとここにかかるんですよ。なんでそのソファーに座ってる時結構邪魔だなっていうストレスはあって、今はもう座るとしたらもうベッドに座るかここに座るかなので、まあ、多少洗濯物かかっててもそこはストレスがなくなりましたね。なるほど。なんかよくね、ソファーとローテーブルとテレビって結構ワンセットじゃないですか、はい、そのワンセットが全部なくなって、はいはい、だいぶ動線もすっきりするし、はい、空間もすっきりして、で洗濯物も邪魔にならないしっていうところで良かったっていう感じ、はいはい、掃除もしやすくなりましたっていうことですね、はい、ありがとうございます。ちなみにご自身が、あ、ミニマリストだなって気づいたのっていつぐらいなんですか？ここ最近で本当に3ヶ月ぐらいですかね。3ヶ月ぐらいで、僕も知ったのもそれぐらいなんでしたっけ？そうですね、はい、で実際になんか今までいろいろ手放してきた中で、はい、捨てて後悔したものとかはないんですか？買い直したものとか一つだけ、 1つだけ、はい、ありまして、はい、あのカメラ、あ、カメラですね。何のカメラですか？あのミラーレスの一眼レフのカメラ持っていたんですけど、はいはいはい、それもあの出かける時に使ってたんですけど、うん、まあ、コロナになってなかなか使う機会がなくなってしまって、今はあの iPhone もまあ性能がいいので、まあ確かに手放そうかなって思って手放したんですよ、うん、はい、でもその後に YouTube を始めて、あー、はい、あー、カメラ今欲しいってなりました。まあまあまあ、確かにね、はい、まあ、撮影の時あったらいいですから ね。それは買い直したんですか、それとも今スマホで撮ってるんですか？もう今スマホで撮ってます。なるほど。いずれ買うことはあるんですか、カメラは？今のところはまだ検討はしてないです。ああ、なるほど、はい、っていうことはまあ結果まあまあ良かったかなっていう感じですか？でも若干やっぱ後悔はある、まあ、あれば使ってたなっていうのはそういうことですね、はい、まあやっぱ高価なものとかちょっと買い直すのがちょっとなかなか大変なものはちょっと慎重になった方が良さそうですね。はい、ありがとうございます、はい、ではでは続いて聞いてみたいのは、今もの少ない暮らししていて、はい、なんか苦労したこととか後悔したこととか不便に思ったことはありますか？今のところはないですね。おお、なるほど、はい、本当カメラぐらい。そうですね。おお、なるほど、はい、っていうことですね。じゃあもうほぼほぼもう捨ててよかったということで、はい、でじゃあ続いての質問なんですけど、こちらのお部屋って何年ぐらい住んでるんでしたっけ？今5年ぐらい住んでます。5年ぐらい。なんかお部屋選びの物件選びのポイントとかってあったりとかするんですか？物件選びのポイントは、はい、まあ、室内というよりは本当に駅の近さで私は選んだんですけど、はいはいはい、駅から今ま2、3分ぐらい、まあ、そうだいぶ近かったですね、はい、とこに住んでいて、引っ越した時は毎日電車に乗っていたので、うんうん、まあ、やっぱりそうなると近い方が楽だなっていうところで、まあ、まあ、なんか職場へのアクセスってどんなものなんですか？30分ぐらいで着くとか？そうですね、あの職が今はもう変わってしまったので、はいはいはい、当時引っ越した時はもう本当に20分ぐらいで着く職場だったので。なるほど、なるほど、っていうことですね、はい、もう基本的にはもうアクセスというか駅近の物件で、そうですね、なんか内装とか
外装とかのこだわりはなかったんですか？はい、ある一定のこだわりはあったんですけど、はいはいはい、ある程度綺麗とか、そこが第一条件ではなかった。あ、そうなの。もう本当駅近が一番の条件っていう、はい、駅近と、まあ、自分の出せる上限の家賃、はいはいはい、の中でということですね、はいはい、ありがとうございます。ではでは続いての質問は、はい、まあ、ちょっとルームツアーの時とかにも聞いたかもしれないですけど、はい、なんかお部屋作りで意識したことってありますか？まあ、一番はナチュラルテイストを意識してレイアウトしてるところです。うん、おー、なぜにナチュラルテイストを選んだんですか？自分が落ち着くっていうのが一番ありますね。木のぬくもりとかがもともと好きだったので、はいはい、なるほど。もともとそういうお部屋だったんですか？はい、その実家の時とか、まあ、引っ越しも多分いくつか点々としてると思うんですけど。そうですね、木の棚とかは今までも多かったですね。へえ、なるほど。まあ、基本的にもベッドの足とかもね、はい、もう全部木ですもんね。そうですね。これどこで買うんですか、こういうのって？こういうのはもう、はい、これはでもロフトとかで買ったと思います ね。 あ、そうなんですね。買ったところは結構バラバラなんですけど、はいはいはい、自分がその中でその木のものを意識して買っている形です。なるほど。もう基本はほぼほぼ木しか買わない感じですか？そうですね。あと色合いが茶色系とか。はい、そうですね。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、そうするとこれぐらいは落ち着いた雰囲気になるよということですね。はい、続いての質問は、今と昔で、まあ、どっちが幸せというか、はい、なんか物が多い暮らしに戻りたいと思うかみたいな質問なんですけど、どうですか？はい、今のところは、はい、今の生活の方がいい。お、少ない方がいい。はい、思ってます。なるほど。その理由は何かありますか？やっぱり自分がすっきりするので、なんか思考もすっきりする感じがあるんですね。物が少ない方が、はいはいはい、なんかあれもあってこれもあってっていろいろ考えが減るので、おっていうので少ない方がいいと。そうですね。なんか物が多い方が豊かっていう人もいますけど、はい、個人的には井上さん的には少ない方がよりいいかなみたいな。そうですね、自分の好きなものを置きたいっていうところですね。っていうことですね。はい、もう無駄なものは削って好きなものに囲まれたいみたいな。はい、はい、ありがとうございます。ではでは続いて、少ない暮らし綺麗な部屋を保つために、なんか井上さんがしていることとか逆にやめたこととかあればちょっと教えてほしいなと思ったんですけど、いかがですか？あの、棚を買わないっていうところを。棚、はい、今意識して。どういう棚ですか？それこそこういう棚もなんですけど、はいはい、うん、これも本当はあの自分でちょっと DIY してるんですけど。ちょっと削れてます。そうなんですよ。これはあの3段ぐらいの高さのある。そうなんですね。棚でノコギリかなんかで切ったんですか？そう、自分でノコギリで切って。ほうほうほう。圧迫感がやっぱり高さがあるもので、まあまあそうですね、出ちゃうので、うん、なるべく低いもの、うん、はいはいはい、で棚を買うとやっぱりその中に何か入れたくなってしまうのと、うん、確かに確かに、まあ、処分も大変になってしまうので。そうですね、はいはい、っていうので、まあ、棚はなるべく買わないようにしてっていう感じですね。はい、あと気になったのは、なんかそれこそ、まあ、めちゃくちゃお部屋綺麗だなと思って、なんかそのお掃除とかってどんな感じしてるのかなとか、頻度とかどれぐらいなのかなっていうの気になりますけど。掃除の頻度は、はい、まあ、週3とか。お、結構こまめにやるんですね。そうですね、はい、でもそんなに掃除の時間は長くなくて、まあ、へー、こまめに短くみたいな、はい、どれぐらいかかるんですか、お掃除って。今でも全部で30分、はい、短いですね。やっぱり40分ぐらいですかね。へー、なるほど。まあそれこそソファーとかローテーブルあった時はもうちょっとかかったりとか、はい、あ、そうですね、はい、お掃除はクイックルワイパーかなんかですか？掃除機がある。私掃除機がクローゼットに入ってて。あ、ね、あ、もうそれでやっちゃうんですね。はい、なんかそれこそ僕なんかもズボラで基本的に週1でいいかなと思っちゃうけど、もともと綺麗好きだからそういうこまめにしたいみたいな感じですか？そうですね、もともと綺麗好きではなかったんですよ。です、掃除するのとかめんどくさいなっていうタイプだったんですけど。整理整頓が好きなんだ。あ、そうです、そうです。掃除は嫌いなんですか？そうです、そうです、整理整頓好きなんですけど。あ、そうなんですね、はい、で掃除はなんで嫌いなんですか？めんどくさい。めんどくさいからです、ね。はい、でもやるんですね、週3。でも掃除をその汚くなる前にもうパパってやっぱりやっちゃうっていう。あ、やっちゃいたいんだ。まあその溜め込んで長くやるよりはこまめにやって短くした方がストレス少ないっていう。そうです、そうです、っていうことですね。はい、ありがとうございます。ではでは続いての質問は、まあ、こちらのお部屋にね、まあ、お友達とかも来ることはあると思うんですよ。はい、なんかそのお友達とかからのなんかこのお部屋の印象ってどうですか？いいか悪いかとか。あの、物なって言われました。ないなっていう。なんかそれこそよく言われるのは、いや、なんか独房みたいとか、まあ、女性あまり言われることないかもしれないですけど、なんか幸せなのとか楽しいのとか、本当物ないから買いなとか、なんか心配されたりお金の、そうあるんですけど、そこら辺はないですか？はい、あ、でもお金ないのみたいな。あ、やっぱあります。そうですね、言われますね。それはどう答えるんですか？いや、こっちの方がまあすっきりしてて気持ちいいよっていう風に。なるほど、なるほど、はい、っていうことですね。じゃあお友達は割と物多いですね。じゃあね、そうですね、多分これよりは多いんだ
だと思います。行ったことはあるんですか？行ったこともあるんですけど、はいはい、でも別に汚いわけではなくて。なるほど、整理整頓されて。整理整頓はされてますね。捨てたくはならないですか？そこら辺で喧嘩したりとか。喧嘩はないかもしれないけど、そこは相手の家なので、まあ、踏み込まないように。おー、なるほど、っていうことです。まあ、憧れるはされないってことですかね。まあ、少ないっていう。そうですね、憧れはされたことないですね。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。はい、ではでは、続いてのご質問はですね、何か井上さんが買ってよかったものとかお気に入りのアイテムってあるかなと思って、ここまでやっぱ少数にまで削ったから、まあ、こだわりのアイテムとかお気に入りのものがあると思うんで、なんか買ってよかったものとかもしあればおすすめしたいアイテムとか。一番はこの、あのネスレっていう、今ベッド横にある棚なんですけど、あ、ちょうど僕の3階の土台になってるんですね。詳しくはルームツアー見ていただけたらと思うんですけど、はい、それなんでお気に入りなんですか？あの、本当にあの天板がガラスで、はい、抜け感もあって見た目も可愛いなって思っていて、まあ、でお気に入りのものが置いてあるわけですもんね。そうです。なるほど、だから一番気に入ってるもので、はい、お気に入りのスペースです。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、続いての質問は、アイテム選びで意識してること、なんか買い物の時のルールとかはあるのかなと思って。一番はやっぱり部屋のテイストに合っているかっていうところは気をつけてます。色合いとか素材とかってことですか？そうですね。で、まあ、お部屋のイメージと合ってれば買うみたいな。そうですね、そこで、まあ、自分が本当に使うものかどうか一回考えていくかっていう。それも大事っていうことですね。だいぶ昔に比べたら買う頻度とかもなくなりましたか？物欲はなくなりましたね。おー、なるほど、はい、逆に今欲しいものあるんですか？あー、はい、買いたいものというか買ってもいいかもなとか気になってるものとかはないですか？あの Kindle の、でもあの電子書籍の、あー、はい、なんかなんちゃらペーパーホワイトみたいな。そうです、そうです、はいはいはい、あれはちょっと欲しいなっていうのはあります。へー、それはなんでですか？ Kindle にしたいから。それこそ電子書籍で買いたいなっていうところがあって。あれ今スマホって iPhone じゃないですか？あ、 iPhone です。 iPhone でも Kindle はやめますけど、でもやっぱりあの目を目を大事にしたいっていう、ね、あ、なるほどなるほど、っていうことで、それが一番気になるかなっていう、はい、それ以外は何かないですか？それ以外は今のところないですね。おー、そうなんですね。じゃあもう本当に物欲もほぼほぼなくなって、はい、っていうことで、じゃあだいぶ節約できそうですね。そうですね、はい、でも食べるのが好きなので。あー、なるほど。食への逃避は、あ、支出はね、出は多い。まあ、自炊してるって言ったけど、その食材費が多いみたいな感じですか？食材費と、あとは甘いものが好きなので、本当は多分海洋性大腸炎なので、そういうの控えた方がいいんですけど。まあ、確かに確かに、はいはい、そこはちょっと買っちゃいますね。コンビニとかですか？スーパーでなんか甘いもの買うみたいな。スーパーもありますし、普通にそういう百貨店とかでそういうの買ったりも、はい、っていうことですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではでは最後の質問です。井上さんが、より少ない暮らしで良かったことをちょっと教えてもらいたいなと思います。はい、身軽になりましたね。お、なるほど、いろんな意味で。はい、はい、いろんな意味で。お、荷物も減って、はい、っていうので良かったかなっていう、はいはい、感じですね。なんか皆さんにシンプルに暮らすなんかメリットというか良さというかコツとかもちょっと教えてもらいたいなと。どうですか？私はその物だけではなくて、うん、それ人間関係とかもまあ整理をしたので、はい、うん、その自分が苦しいなとか辛いなって思うことをまあやめることで、やっぱり楽に生きれるなっていうところが。なるほどなるほど、はい、まあ、やめたこととかもあるんですね。じゃあ、そうですね、人間関係は何が辛かったんですか？人間関係は結構あの何でも受け入れてしまうタイプだったので、その自分がまあしんどいけど、はい、まあ、でも頑張ろうかなっていうところも結構あったので、そこは一回やめてリセットして、まあ、自分のやりたいことだけをやるっていうところで。なるほど、はい、ということですね。まあ、僕とほぼほぼ同じ境遇でね、人間関係もなんか抱えすぎたし、まあ、若干お仕事もちょっと無理してたっていうふうにね、はい、おっしゃってましたからね。それもやっぱりちょっと減らして、まあ、好きなこととかやりたいことを増やしていった方がまあ気が楽になって、はい、で持ち物も整ったみたいな感じですね。はい、はい、ありがとうございます。ということで、あの井上さん今後 YouTube 頑張られるみたいなので、はいはい、ぜひぜひチェックしてみてほしいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで本日も井上さんありがとうございました。ありがとうございました。